スマッシュスマッシュはペンテルが販売している一般筆記用シャープペンシルである。1987年にペンテル社が発売した。1987年にグッドデザイン金賞受賞、いえいまた、1989年には 0.3mm がグッドデザインロングライフデザイン賞を、ボールペンモデルがグッドデザイン賞を受賞している。百円という価格でとても滑らかで、 手にフィットするということで、SNS などで拡散され、またもや中高生から爆発的な人気を得ている。さらに2019年3月23日から廃盤となっていたスマッシュ0.3が再発売された。スマッシュの内部構造前年に発売したグラフ100と同じ金属チャックを搭載。本来、口金とグリップの部品は分かれているが、 このスマッシュでは2つの部品が同じになっていて、口金が緩み、文字が歪んだり、ズレが出ることはほとんどない。また、タフさを表現するためにバイクをモチーフとしている。特にノックボタンはショックアブソーバーをイメージしたスマッシュ独自のデザインである。スマッシュのラインナップスマッシュは限定色を含みた数の色を発売している。ありがとうございます。